午前8時、正門が開かれ、初登院となる議員たちが入っていきます。立憲民主党の徳永エリ議員は3期目ですが、あえて正門から入りました。2期12年、私の専門分野としてずっと取り組んできた一次産業、特にその食料安全保障を守るという観点から、大変重要だということが改めて国民の皆さん共通の認識になったと思いますので、しっかりそこを守りつないでいきたいということ。同じく3期目に入った自民党の長谷川岳議員は、北海道の179市町村を背負わせていただいているという重さを感じながら、やっぱり政治活動をしっかりやりたいというふうに思ってますし、いやー、帰ってきたなって感じしますね。自民党の船橋利実議員は参議院での国政返り咲きです。一次産業の将来ビジョンとか、あるいはこの若者対策、こうしたところはですね、やはり10年後20年後を見据えた政策として練り上げていかなきゃいけないというふうに思ってますので。しかし、旧統一教会、現在の世界平和統一家庭連合側との接点を問われ、釈明に追われました。私が衆議院選挙に初挑戦をした時から支援を受けているという経緯がありますので、私のところは、いわゆる電話かけでのボランティアのご協力というものをいただいていたという、ことはこれ事実としてありますので。船橋議員によると、旧統一教会の関連団体から派遣されたスタッフは信頼する先輩からの紹介だったため、深く調べることはなかったということです。船橋議員は今後はこうした団体との関係を見直すと説明しています。